吉川沙織君。立憲民主党の吉川沙織です。私は会派を代表して総理に対し質問いたします。今世界中で司法を抱き込み、メディアを黙らせ、憲法を変えるなど合法的な独裁化が静かに進んでいます。米国では1980年前後から政党の極端化、精鋭化が進み、民主主義的規範が弱体化し、そして現大統領の誕生に至っています。これまで米国は相互的寛容と自制心を持つという寛容と自制の規範は柔らかいガードレールとして機能し、党派間の戦いを避けるために役立ってきました。しかし現在はこの柔らかいガードレールが機能せず、米国の民主主義は危機に直面しているとされています。翻って日本でも政党間の批判は激烈化し、一強体制の下で国会の重要な討議機能は機能不全を起こし、公務員は上を見て忖度し、政党同士は罵り合い、最終的には選挙制度まで数を頼んで強行採決で成立させるなど、米国と同様に民主主義は危機的な状況に陥っています。明治憲法制定時の議論では立憲主義と政略主義が対立し、政府に憲法の足かせをはめようとする立憲主義を採用し、政府が唱える大義のためには時には手段を選ばず、憲法がその妨げになる場合にはそれをないがしろにすることも辞さない外形的立憲主義である政略主義は排除されました。総理の政策実現手法は立憲主義をないがしろにする明治の先人が排除した政略主義です。そこでまず日米の民主主義をめぐる現状認識、そして総理自身の政略主義に対する見解を伺います。森友加計学園問題、官僚不祥事、いびつな国会運営など過去の政権であれば何度も内閣総辞職するほどの失政を繰り返しながら、一強体制がここまで続いているのはどのような理由によるのでしょうか。疑惑が発生すると当初は全否定し、関連証拠が徐々に明らかになると責任を現場あるいは末端にとどめ、客観的証拠がないとして最高責任者は決して責任を取らないという疑惑の処理方法は、行政独裁と言われる国家に共通してよく見られる現象です。そして一つ一つの政治的行為や政治的発言についてじっくり時間をかけてその適否や意義を吟味するという習慣が私たちの社会から失われつつあります。経済活動における効率性や迅速性を優先する論理を民主主義制度、国会運営など本来じっくり時間をかけるべきで数値化になじまない活動に持ち込み、費用対効果を優先し、審議時間さえ消化すれば数に頼んだ強行採決は可能であるとの論理が横行する現状について、総理は全く問題がないとお考えか、ご所見を伺います。以下具体例に沿って伺っていきます。まず加計学園問題で話題となった国家戦略特区です。アベノミクスの成長戦略の一つとして地域や分野を限定し、岩盤規制改革の名のもとに大胆な規制改革緩和や税制面の優遇を行う規制改革制度だとされています。それでは果たしてどれだけ経済成長に効果があったのでしょうか。国家戦略特区はアベノミクスの第三の矢である民間投資を喚起する成長戦略の一つだと喧伝されました。しかしその内容が不明確で理論的根拠も曖昧な国家戦略特区の成果とともに、アベノミクスに関する現状での総括について総理にお尋ねします。今年に入り財務省の公文書改ざんや厚労省の裁量労働制にかかる不適切データ問題など、行政文書や統計の信頼性を揺るがす事態が相次ぎました。加えて今年8月には国の行政機関全般において障害者雇用の障害者数を水増し計上していた事実が発覚し、行政統計等の信頼は地に落ちました。民間企業に率先して範を示すべき公務部門において法定雇用率にはるかに及ばない状況が常態化してきたことは、制度の根幹を揺るがす看過しがたい事態です。しかも先国会開会中にこれに気づきながら、立法府たる国会に
報告が一切なかったことも踏まえ、その責任の所在、取り方について総理の見解を伺います。次に、外国人材についてです。所信表明で総理は外国人労働者の受け入れ拡大に意欲を示されておられます。これまで政府は外国人材受け入れのあり方について、移民政策と誤解されないような仕組みや国民的なコンセンサス形成のあり方など、政府横断的に進めていくとしてきました。今回、移民政策を取らないという立場を維持しながら、それを骨抜きにする事実上の移民受け入れにゴーサインを出したということでしょうか。移民とは、入国の時点でいわゆる永住権を要するものであり、就労目的の在留資格による受け入れは移民には当たらないという世界に例を見ない移民の定義を厳守しつつ、引き続き労働者不足に対処していくつもりなのでしょうか。現政権らしい正面突破を避けた政策とも言えますが、外国人技能実習制度を現状のまま放置し、安易に在留資格を拡大することは、外国人労働者に対する人権保障の観点から問題が大きい上、新たな受け入れ対象となる職種もすべて省令に委ねられます。急場しのぎの労働者不足対策としか思えませんが、総理の見解をお尋ねします。外国人労働者の受け入れ拡大については、労働市場に及ぼす影響も懸念されます。特に私が一貫して取り組んでいる、現在30歳代後半から40歳代前半のいわゆる就職氷河期世代は、今なお非正規労働を余儀なくされているものが多い世代であり、自己責任の名のもとに、政治の光は当時、一切当たりませんでした。労働者不足の解消を言うのなら、まずはこの就職氷河期世代の雇用確保を最優先すべきではないですか。総理の見解を伺います。政府は最近、現役世代の急速な人口減少という新たな局面に対応するため、2040年頃を展望した社会保障改革について、国民的な議論が必要としています。しかし、2040年は就職氷河期世代が現役世代から高齢者世代に移行する時期でもあります。働き盛りに正社員になれなかった世代が高齢になれば、年金も十分でなく、生活保護の受給者が増大することが懸念されます。2040年頃の社会保障を展望するならば、就職氷河期世代が高齢者世代に移行する局面への対応は必須であり、生活保護等社会保障給付に与える影響額についても試算すべきではないかと考えますが、いかがですか。女性活躍と言いながら、第4次改造内閣の女性閣僚はたった一人にとどまっており、一億総活躍にも疑問符がつきまといます。一億総活躍を本当に進めるつもりなら、学校を卒業しようとした時の社会経済状況に翻弄され、能力があるのに非正規雇用でくすぶり続けている就職氷河期世代の正社員化、雇用確保に正面から取り組む必要がありますが、見解を伺います。総理は今月15日、消費税率について法に定めがあるとおり、現行の 8% から 10% へと引き上げることを表明されました。また消費税率引き上げによる経済的影響を確実に平準化できる規模の予算を編成するとしています。この駆け込み需要の反動減対策は、相当な規模、内容になるとの観測もあります。しかし、それほどまでに消費の冷え込みに敏感となっているということは、まさに今は消費税を引き上げる経済状況ではないということを自ら認めているということに他ならないのではないでしょうか。総理の見解を伺います。この駆け込み需要の反動減対策と財政健全化等をいかに両立しているのかも不明です。政府は従来掲げてきた財政健全化目標の達成時期を5年先送りしました。反動減対策の規模、内容によっては、ただでさえ実現可能性が疑われている財政健全化目標の達成をさらに困難なものとするのではないでしょうか。反動減対策を講じれば、支出以上に税収が得られると見込んでいるのでしょうか。反動減対策と財政健全化目標の達成の関係をどのように整理しているのでしょうか。見解を伺います。また、駆け込み需要の反動減対策の規模が膨らみ、財政再建に充てられる引上分消費税収を上回ることになれば、結果として財政再建なき消費増税が行われるのと同様の効果をもたらすことになります。これを是とするのでしょうか。総理の見解を伺います。今年は大きな自然災害が相次いでいます。改めてお亡くなりになられた方に哀悼の日を表するとともに、被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げます。一昨年の熊本地震の際は、約1ヶ月後に補正予算が提出され、成立しています。今回は遅きに失したと言わざるを得ません。
補正予算案の提出時期の適切性について、総理の所見を伺います。また、北海道胆振東部地震に際し、政府は関係機関から報告された被害状況を独自に取りまとめ、死者数を発表しました。しかしながら、北海道が取りまとめた情報と食い違い、政府は2度にわたり訂正する事態となりました。防災基本計画によれば、災害による人的被害を認定するのは市町村であり、市町村からの情報を一元的に集約し、公表するのは都道府県です。今回は政府と北海道の情報が食い違うために、ただでさえ大きな被害が発生し、対応に追われる道庁に対し、正確な情報を求めて問い合わせが相次いだとの報道もなされています。防災基本計画における国と地方の役割分担をないがしろにした側面が否定できない今回の被災状況の公表について、政府の総括を伺います。合わせて大規模災害時の情報の取り扱いに対し、国と地方公共団体の役割分担はどうあるべきか、総理の認識を伺います。そして、憲法についてです。憲法とは、権力者の恣意的な行動を抑制する縛りとして制定されたものです。総理は所信表明で、憲法とは国の理想を示すものと全く誤った憲法理解を示しています。総理は改憲という悲願を達成するため、真正面からではなく、政略主義的に改正しようとしてきました。総理は北東アジアにおける安全保障環境の激変を理由として、第96条の改正手続きの要件緩和を目論み、これが失敗すると、これまで確立した政府解釈を変更するなど、権力のブレーキを次々に外し、集団的自衛権の行使容認に踏み切ってきました。そして総理はほとんどの憲法学者が主張する違憲説を交わすため、頻発する大災害で奮闘する自衛隊への配慮を示し、憲法第9条の2を新設しようと考えています。所信表明では、制定から70年以上を経た今、国民の皆様と共に議論を深め、私たち国会議員の責任を共に果たしていこうではありませんかとされました。なぜ改憲が必要なのか、どこに不都合があるのか、ただ制定から70年以上経過したというだけで改正しなければならないのでしょうか。総理の改憲に対する基本的所見を伺います。また、所信表明で総理は、憲法審査会の審査のありように言及されました。これまで総理はたびたび国会のことは国会で決めていただく旨答弁されてきましたが、今回の所信はこれまでの答弁と矛盾し、三権分立の観点からも問題があるのではないかと考えますが、総理の見解を伺います。合わせて憲法第99条が規定する閣僚などの憲法遵守義務についてどう認識し、それを全うするために具体的にどのような措置を取るおつもりでしょうか。憲法遵守義務を負う総理は、おのずと改憲にかかる発言について、自制的、抑制的であるべきと考えますが、見解を伺います。最後に、唯一の立法機関である国会の立法行為、そして国会による行政統制という観点から伺います。立法府と行政府の関係については、これまで束ね法案や包括委任規定を問題として、議員運営委員会理事会や質問収書等で再三にわたり指摘申し上げてまいりました。束ね法案は法律案を束ねることによって国会審議を形骸化するとともに、国会議員の評決権を侵害しかねないものであること。包括委任規定を含む法律案は、債務的事項を具体的に明示せずに、実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させる恐れがあるとともに、立法府の空洞化を将来しかねないものであるといった問題を抱えているものです。私は立法府に身を置く議会人の一人として危惧を抱かざるを得ません。国会は憲法上国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関として法律による行政の根拠である法律を制定するとともに、行政執行全般を監視する責務と権限を有しています。国会の憲法上の責務と権限を侵害しかねないような束ね法案と包括委任規定については、立法府と行政府の関係が改めて問われている今こそ、厳に慎むよう方針を決めるべきではないでしょうか。総理の見解を伺います。これまで申し上げましたとおり、日本の民主主義が危機的状況に陥っている中、今一度民主主義の意味を問い直し、法律による行政を取り戻す必要があるのではないでしょうか。立憲民主党は今月3日、結党2年目を迎えました。立憲主義に基づく民主政治の原点に立ち返り、多様性を認め合い、
困った時に寄り添い、お互い様に支え合う社会を実現するため、現政権と明確に対峙する揺るぎない野党第一党として、その責任を全うすることを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。内閣総理大臣、安倍晋三君。吉川沙織議員にお答えいたします。日米の民主主義と政略主義についてお尋ねがありました。他国についての言及は控えますが、我が国の民主主義を絶えず発展させていく、これは私たち政治家全員の責任であります。政治家が激しい言葉で互いの批判に終始したり、行政を担う公務員を萎縮させても、それが民主主義の発展に資するとは考えません。それぞれが国民の皆様の前にしっかりと政策の選択肢を示すこと、そして建設的な議論を通じて政治を前に進めていくことこそが民主主義の王道であると考えます。長い民主主義の歴史を持つ英国のチャーチル首相がかつて最悪の制度と評したように、民主主義は民主主義に完璧などありません。それでもなお私たち政治家は責任を果たさなければならない。現状への不満を言い募るよりも、より良い民主主義を求めて共に絶え間の努力を重ねていくべきであります。お尋ねの政略主義という考え方については立憲民主党の皆さんほど詳しく研究したことはありませんが、すべては国民のため、いかなるテーマについても逃げることなく議論を行わさせていただきたい。与党野党の立場を超えて国民の負託に応える建設的な議論をさせていただきたいと考えています。審議時間の党採決のあり方についてお尋ねがありました。国会の運営については国会において適切に決められるものと考えております。政府としては国会からの求めがあれば誠実に審議に対応すべきものであると考えており、今後とも丁寧な対応に努めてまいります。国家戦略特区の成果とアベノミクスの現状の総括についてお尋ねがありました。国家戦略特区は岩盤規制改革の突破口として、企業による農地取得などの農業改革や都市公園内での保育園設置の特例による待機児童対策、都市計画手続きや国法等の国法の高さ制限の特例による都市再生など、これまで長年にわたって実現できなかった規制改革を実現することで、地方創生や経済成長に大きく寄与しています。こうした取り組みの中で、例えば首都圏の特区を活用した都市再生プロジェクトについては、東京都は8兆5000億円の経済効果があると試算しています。また福岡の都市再生開発プロジェクトは、市の試算によれば8500億円の経済効果が見込まれるなど、その地域の経済成長につながっています。さらに農業、医療、エネルギー分野などにおける規制改革、法人税を引き下げ 20% 台を実現、 TPP、 日 EU、 EPA といった経済連携の推進など、この5年余り大胆な成長戦略を実行してまいりました。こうしたアベノミクス3本の矢によって、名目 GDP は 12.2% 増加し、過去最高となりました。生産年齢人口が450万人減る中、雇用は250万人増加し、正社員の有効求人倍率は調査開始以来初めて1倍を超えています。さらに5年連続で今世紀に入って最も高い水準の賃上げが実現し、この春の中小企業の賃上げ率は過去20年間で最高になっています。こうした中で、先般の内閣府の調査でも、現在の生活に満足と回答した方々の割合は 75% と過去最高となりました。今後さらにアベノミクス3本の矢を力強く放つことで、さらなる景気回復、所得の向上とデフレ脱却の実現を目指してまいります。国の行政機関における障害者雇用についてお尋ねがありました。国の行政機関において雇用している障害者数の計上については、一部の機関に誤りが見られたことから、厚生労働省において点検を開始し、8月28日にすべての機関における状況を公表したところです。
その上で、その実態の検証を行うことを目的として、関係府省連絡会議のもとに、検証委員会を設置し、同委員会の報告も踏まえた上で、去る10月23日に、公務部門における障害者雇用に関する基本方針を決定しました。その際、私から各大臣は、今回の事態を深く反省し、真摯に重く受け止め、組織全体として基本方針に基づき、再発防止にしっかりと取り組みを強く指示しました。基本方針に基づき、再発防止はもとより、法定雇用率の速やかな達成と、障害のある方が活躍できる場の拡大に向け、政府一体となって取り組んでまいります。外国人材の受け入れ拡大と拡充と、就職氷河期世代の就労支援についてお尋ねがありました。安倍内閣においては、いわゆる移民政策を取ることは考えておりません。新たな受け入れ制度は、深刻な人手不足に対応するため、現行の専門的技術的分野における外国人の受け入れ制度を拡充し、真に必要な業種に限り、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を期限を付して、我が国に受け入れようとするものであります。制度の運用にあたっては、国内人材の確保や生産性の向上の取り組みを行ってもなお、外国人材の受け入れが必要と認められる業種に限るとともに、外国人材の受け入れ強制のための総合的対応策の検討を進め、在留のための環境整備について、関連施策を積極的に推進することとしております。いわゆる就職氷河期世代であって、現在も就労に関し、さまざまな課題に直面している方々には、今後の我が国の社会、経済を支える人材として、活躍していただけるよう、マンツーマンによる相談支援などの就労支援に全力で取り組んでまいります。就職氷河期世代の方々の社会保険給付への影響と、就労支援についてお尋ねがありました。平成30年5月21日の経済財政諮問会議において、政府は高齢者人口がピークを迎える2040年頃を見据え、社会保障給付や負担の姿を幅広く共有するため、議論の素材として2040年までの社会保障全体の給付と負担に関する見通しをお示ししました。これは全世代を対象に人口経済について一定の前提を置いた長期的な推計であり、ご指摘のような特定世代の例えば退職といった一時の局面に限った試算は含まれておりません。一方、就職氷河期世代の方々については、高齢者世代になる前に安定した職を得て、自立を図る支援を行うことが重要と考えています。政府としては、就職氷河期世代の方々がより安定した仕事に就くことができるよう、雇用出場情勢の改善が着実に進んでいるこの時期を捉え、マンツーマンによる相談支援、個々のニーズに即した職場体験、就職後の定着、ステップアップ支援などの就労支援を行っていきます。2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実践に向けて、全力で取り組んでまいります。消費税率引き上げに関する対策についてお尋ねがありました。5年半にわたるアベノミクスの取り組みにより、政権交代後、極めて短い期間でデフレではないという状況を作り出す中で、名目 GDP は 12.2% 増加し、過去最高となりました。消費についても、一国全体を捉える GDP ベースで見て、実質で2016年以降、前期比プラス傾向で推移し、2013年の水準を上回るなど、持ち直しています。来年10月に予定されている消費税率引き上げにあたっては、前回の 3% 引き上げの経験を生かし、あらゆる施策を総動員することが必要と考えております。もちろん、無駄な歳出等を行うつもりは全くありません。ご指摘の駆け込み需要や反動減といった経済変動を可能な限り抑制するためにも万全を期す必要があります。2019年度、2020年度の当初予算において、臨時特別の措置を講じることにより、消費税率引き上げによる経済的影響を平準化するとともに、引き続き、
経済再生を図りながら、歳出と歳入、それぞれの面からの改革を通じて、2025年度の国地方を合わせたプライマリーバランスの黒字化を確かなものとしてまいります。補正予算の編成のタイミング、大規模災害時の情報の取り扱い及び被災情報の公表についてお尋ねがありました。まず、大阪北部地震、西日本豪雨、台風21号、北海道胆振東部地震など、大規模な災害が相次いで発生しました。お亡くなりになられた方々とご遺族に対し、深く哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。政府としては、一連の災害に対し、関係自治体の復旧・復興事業が進むよう、予備費を十分に活用し、発生後直ちにプッシュ型支援を実施するとともに、生活やなりわいの再建に向けた支援策の実施、地震災害の指定などの対策を迅速に講じてきたところです。こうした対策は、予備費の積み増しを主たる内容とする補正予算を編成した熊本地震の際の対応と比較しても十分なものだったと考えております。今回、一連の災害で生じた被害の状況や地域ごとの復旧・復興の進捗等に応じて、必要な財政措置を講ずるため、平成30年度補正予算案に9356億円を計上しているところであり、早期の成立のご理解とご協力をお願いいたします。災害時における国と地方公共団体の役割分担については、災害対策基本法及びそれに基づく災害基本計画等により定められておりますが、いずれにしても国と地方公共団体が緊密に連携した対応が重要であると認識しています。政府として被害規模の早期把握の観点から、警察庁、消防庁等からの報告を取りまとめ、把握した被害状況を公表してきたところです。今後は、都道府県が公表した被害状況も踏まえ、より正確な情報発信に努めてまいります。憲法改正と憲法遵守義務についてお尋ねがありました。憲法改正の内容について、私が内閣総理大臣としてこの場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。その上でお尋ねでございますので、あえて申し上げますと、憲法は支援者たる国民がその意思に基づき国家権力の行使のあり方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するものでありますが、同時に国の未来、理想の姿を語るものでもあります。21世紀の日本の理想の姿を私たち自身の手で描くという精神こそ、日本の未来を切り裂いていくことにつながっていくと考えています。また、内閣総理大臣は、憲法第63条の規定に基づき、議員に出席し、国会法第70条の規定に基づき、議員の会議または委員会において、発言しようとするときは、議長または委員長に通告した上で行うものとされています。憲法第67条の規定に基づき、国会議員の中から指名された内閣総理大臣である私が、議員の会議または委員会において、憲法に関する事柄を含め、政治上の見解、行政上の事項等について説明を行い、国会に対して議論を呼びかけることは禁じられているものではなく、三権分立の趣旨に反するものではないと考えています。憲法第99条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続きによる憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えています。法律案の束ねまたは実施命令の根拠規定の取り扱いについてお尋ねがありました。政府においては従来から2つ以上の法律の改正を提案しようとする場合においては、一般に法案にもらえた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨目的が一つであると認められるとき、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるときは、一つの改正法案として提案することができると考えています。また、法律等を実施し、または施行するため、必要な事項のうち、罰則を設け、実質的に義務を課し、または権利を制限する内容を含まない、最目的事項について、
定める実施命令は、憲法、国家行政組織法等の規定により、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされております。したがって、これらの取り扱いを変える必要はないと考えています。橋本聖子君。自由民主党の橋本聖子でございます。私は自由民主党国民の声を代表して、安倍内閣総理大臣の所信表明演説について総理に質問をいたします。はじめに7月豪雨、大阪北部地震、台風21号、24号、そして北海道胆振東部地震により亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。被災された方々、そのご家族に心よりお見舞い申し上げます。また、全力で救援活動、復旧復興活動に当たられた皆様にも感謝を申し上げます。私どもも政府与党一体となって、被災地の復旧、復興、生活の再建に引き続き全力を尽くしてまいります。さて、本年9月20日、6年ぶりに自由民主党の総裁選挙が行われました。安倍総理総裁は、この総裁選挙への立候補を表明するにあたり、日本は大きな歴史の転換点を迎える、平成のその先の時代に向けた新たな国づくりを進めていく、その先頭に立つ決意だと強調されました。私は常日頃から、政治は次世代のためのもの、そういう観点を持って政治に向き合わなければならないと心がけてまいりました。ですので、総理の発言に、そのとおり、頻発する大規模災害、厳しさを増す安全保障環境、国難というべき人口減少や少子高齢化、深刻化する地球温暖化や海洋汚染、歴史的に見てもかつてないほどの大きな変化を乗り越えて、次世代に素晴らしい日本、素晴らしい地球を引き継ぐには、今、この瞬間のことだけではなく、次世代のことを考えて取り組むべきだという思いを強くいたしました。明治時代、新しい風を吹き込み、次世代のための新しい日本を作り上げる基盤となったのは、福沢諭吉先生の言う多事総論でした。参議院自由民主党は、多事総論の気風があります。さまざまな意見を交わした上で、決めるときは決め、その上で一致団結して政策を進めてまいりました。総理にはぜひ、日本の新しい時代を切り開いていく政策の推進に、強力なリーダーシップを発揮していただきたいと同時に、しっかりと意見を受け止めていただきたいと思っております。私どもも総理と共に、次世代のための新たな国づくりに向けて進んでまいります。本日はこのような視点で総理に質問をさせていただきます。去る9月6日午前3時7分、北海道胆振地方を震源としたマグニチュード 6.7 の巨大地震が発生いたしました。今回の北海道胆振東部地震では、今後、早急に対応すべきいくつかの課題が顕在化いたしました。そのうちの一つが物流の停滞です。地震直後から通行止めなどにより、貨物輸送がストップしました。日本の食料基地である北海道の物流が止まったことで、スーパーの棚に欠品が出る状況も見つかりました。その中で、北海道と本州等を結ぶ物流が確保できたのは、港湾での大きな被害の発生を食い止めることができたからであります。物流の拠点となる港湾は、災害時に救援物資を受け入れる重要な施設です。その施設の老朽化が懸念されており、
災害時に物流を支える港湾施設などの社会資本整備をしっかりと進めるよう強く要望いたします。さらに取り上げたいのは、今回国内で初めて発生した電力不足の供給管内全域が停電するブラックアウトです。震源地から離れたところも含め、295万戸の世帯が延べ45時間の停電に至りました。漁業や畜産では保冷庫が動かないことにより、水産物や生乳を廃棄せざるを得なくなり、乳牛の乳房炎感染という痛ましい状況にも苦しみました。このような中で、北海道のあるコンビニでは、事前に用意していた電気や通信回線がなくても使える小型会計端末、ガス厨房器具などで、地域住民の皆様の生活を支えていました。まさに危機管理は365日、日頃からの備えが大切だという言葉の通りの災害対応と評価されると思います。そこで、我が国で初めてと言われるブラックアウトを教訓に、将来の災害対応において、広範囲にわたる地球の地域の住民の生活、病院での治療、診療、農林水産業、さらには治安や国防への影響を最小限に抑えるためには、何が大切かを早急に検討し、対応すべきと考えます。総理のお考えをお聞かせください。地震直後のテレビ映像で、最大震度7を記録した厚真町の山田が、至る所で土砂崩れにより茶色となっているのを見て、我が目を疑いました。50年以上、大切に育て上げてきたカラマツの緑は、無残な姿になっていました。森林には国土保全機能や地球温暖化抑制機能、木材資源の供給、人々の心と体への癒しの効果など、多様なメリットがあります。一方、林業を維持するには、何世代もバトンリレーのように適正な森林管理を引き継がなければなりません。個人の力には限界があります。来年度から森林環境税、森林環境譲与税が創設されることとなっていますが、林業がもたらす国土保全機能等を考えれば、国土強靭化のための視点からも、適正な管理はもちろん、今回の地震のような災害からの復興等についても、国からの財政的支援をさらに充実させていく必要があると考えております。そこで、自然災害が多発する中、どのような方針で次世代へと健全な森林資源を継承するとともに、災害にも耐えうる強い林業を育成していく政策を展開していくおつもりか、お伺いをいたします。次に、外交・安全保障、特に日中・日露関係、そして北朝鮮について伺います。本年10月、日中平和友好条約締結40年を迎えました。この間、改革開放路線が軌道に乗り、中国の名目国内総生産は世界第2位、2017年時点で日本の約 2.5 倍となりました。一方、経済成長と並行して東シナ海、南シナ海等への海洋進出を強め、我が国を含む周辺各国との間に圧力が生じております。このような動きには強い危機感を抱かざるを得ませんし、到底看過できません。中国の脅威が強まる中、先月、海上自衛隊が南シナ海の公海で潜水艦や護衛艦部隊による潜水艦船を想定した演習を実施いたしました。この演習後、護衛艦部隊は東南アジア周辺海域で長期訓練を行い、潜水艦は南シナ海でベトナム・カムラン湾の国際港に寄港いたしました。ベトナム外務省担当は寄港を歓迎し、日越関係がアジア太平洋地区の平和と繁栄のための戦略的協調関係に高まっていると評価をしております。我が国への挑発行為に対しては、毅然とした態度で臨むことが重要です。中国の動きに懸念を持つ各国と連携をしていくことも不可欠であります。同時に、平和友好条約締結後、40年間で積み上げてきた財産を礎に、中国と友好関係を次世代へ深めていく必要があります。
先週、総理はこの40周年の機会を捉え、中国を訪れ、習近平国家主席や李克強首相と会談されました。そして、競争から協調へ、互いに脅威とならない協力のパートナーであるという原則を確認いたしました。同時に東シナ海の問題についても、総理から日本側の問題意識を伝えた上で、現場の状況の改善を求めました。そこで、訪中で示された方向性を踏まえ、中国の海洋進出による圧力の解消のために、具体的にどのように臨むのか、その上で、外交、経済、文化など、あらゆる分野で、どのように日中関係を深めていくおつもりかという点についてお伺いいたします。戦後外交の総決算、それは北朝鮮問題を解決し、ロシアとの間で北方領土問題を解決して、平和条約を締結することです。そこで初めに北朝鮮問題について伺います。北朝鮮情勢をめぐっては、核・ミサイルの廃棄が具体的に進んでいるわけではなく、日本を射程に収める数百発の弾道ミサイルは今も実戦配備されていると分析されております。北朝鮮の脅威のレベルは変わっておりません。それにもかかわらず、10月上旬、韓国外相は、停滞する米朝核協議の打開に向け、米が北朝鮮に保有核戦力や核施設のリスト開示を求めるものを当面控える一方、北朝鮮が北西部ニョンビョンの核施設を国際査察の下で解体するのを受けて、朝鮮戦争の終戦宣言を行うなど取り決め、信頼醸成を進める提案をしたとの記事が米紙に掲載されました。これでは北朝鮮がリストの提示を拒んだまま、一部施設の解体で逃げることを認めてしまうことになりかねません。終戦宣言に応じれば、在韓米軍の撤収を要求する口実に使う恐れもあります。安易な融和策ではなく、本年6月の米朝首脳会談の朝鮮半島完全非核化の約束のもとに、北朝鮮の包囲網をしっかりと再構築することが、朝鮮半島の非核化と地域の安全につながることを、引き続き米韓に強く訴えていくべきです。次の世代、将来に不安定、不透明な状況を残すべきではありません。同時に、拉致の解決なくして、北朝鮮は未来を描けない、この一線を譲ることなく、引き続き対応すべきことは当然であります。総理は、次は私自身がキム・ジョンウン委員長と向き合わなければならないとおっしゃっておられます。すべての拉致被害者の帰国とともに、朝鮮半島の非核化を実現すべく、どのような決意と方針で臨まれるおつもりでしょうか、お聞かせください。もう一つ、戦後外交の総決算である北方領土問題の解決についてお尋ねをいたします。一昨年12月の日露首脳会談で協議入りが合意された共同経済活動については、この実施を通じて、日露双方に相互理解が進むことで、領土問題を解決し、平和条約を締結する大きな力になることを期待をしております。一方、領土問題については、平和条約締結との順番をしっかりと確認することが大切であります。北方領土についても、いくつかの懸念があります。新鋭戦闘機、スホイ35が試験配備され、次いで新型地対艦ミサイルも配備されました。今年10月には、北方領土周辺で射撃訓練を行ったと見られております。演習通告を受け、我が国政府は外交ルートを通じ、北方四島に関する我が国立場と相入れないなどと抗議を伝えましたが、このような動きは両国民の理解促進、環境整備に逆行しかねません。本年9月、ウラジオストックで開催された会議では、プーチン大統領は新しいアプローチとして平和条約締結後に、友人として意見の隔たりがあるすべての問題を解決しようと発言をいたしました。このプーチン提案に総理は冷静に対応されておりました。引き続き元島民の皆様や北方領土隣接地域の皆様などの思いを踏まえながら、共同経済活動のそもそもの趣旨を守った上での進展により、北方領土問題の解決、
そして平和条約締結へと進めていくべきであります。そこでロシアの演習等の状況を踏まえつつ、共同経済活動を含め、どのように日ロ関係を進め、領土問題の解決を図り、平和条約を締結する道筋を描いておられるのでしょうか。お尋ねをいたします。次に、我が国が待ったなしに取り組まなければいけない国難とも言うべき人口減少、少子高齢化社会の進展に関して伺います。75歳以上の高齢者は、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて急速に増加し、その後も増加し続けます。他方、15歳から64歳までの生産年齢人口は2025年以降さらに減少します。総理は全世代型の社会保障制度へと3年で改革を断行すると強調いたしました。2025年までの残されたわずかな期間に、社会情勢の変化に対応した制度、すなわち現役世代だけではなく、女性や高齢者をはじめ、誰もが構成員として活躍できる一億総活躍社会をしっかり実現していかなければなりません。同時に、将来の社会の担い手である子どもたちの健やかな成長を保障し、また生涯を通じた生活上の困難、リスクを現役世代も高齢者も共に国民全体で支えていくことで、すべての国民が安心して暮らせる社会の実現を目指していくことも求められております。介護福祉士など、現場を支えている皆様の処遇改善などにより、しっかりとした体制の整備を進めていくことも不可欠であります。このように、年金や医療、介護、少子化対策など、密接に関連し合う広範かつ包括的な政策のもと、あらゆる施策を総動員していくためには、財源もしっかりと示す、これが今だけではなく、次世代のことも考えるべき政治家の責務だと思います。すでに法律上、来年10月には消費税率引き上げが規定されているところでありますが、人口減少等を克服し、次世代へと我が国の活力を引き継ぐには、全世代型社会保障の実現が不可欠であること、その実現のためには、消費税率を引き上げるのにより、負担をお願いせざるを得ないことについて、国民の皆様が納得できるよう、今一度具体的にお聞かせをください。環境問題も次の世代のために考えていかなければいけない重要な課題です。近年、これまでとは異なるパターンの豪雨や豪雪、台風の襲来などが見られます。平成30年7月豪雨の総雨量は、過去の雨量と比べて極めて大きいものでした。本年7月の東日本の月平均気温は、統計開始以来の記録となるほど猛暑となり、多くの熱中症患者が発生いたしました。地球温暖化により、平均気温はさらに高くなり、より強力な台風の襲来も増えると予測する研究機関もあります。子どもたちに灼熱の地球を手渡すわけにはいきません。パリ協定の枠組みを受けて、定められた目標達成のためにも、再生可能エネルギーの導入量を増やすなど、低排出なエネルギーミックスの推進と効率化を追求していくべきです。さらに、もう一つ、深刻な地球規模の環境問題である海洋プラスチック問題についても指摘をしたいと思います。近年、5ミリ未満のマイクロプラスチックによる海洋汚染が深刻化しています。北極や南極でも観測されたとの報告があり、全地球規模で広がっております。残念ながら、重量ベースで見ると、2025年までに海洋中に存在するプラスチックの量が、魚の量を超過するという予測もあります。今から10年前、私は外務副大臣としてケニアを訪れたことがあります。その頃からケニアでは、家畜が誤ってビニール袋を食べるなどの深刻な環境問題が発生しており、いわゆるレジ袋への厳しい規制が議論されておりました。海外からの持ち込みにも厳しい目が光っていたほどであります。四方を海に囲まれ、動物性タンパク質の摂取を海に、魚に依存している我が国では、マイクロプラスチックなどの海洋プラスチック問題に実効性のある対策を率先して進めるべきと思います。本年6月の G7 シャルルボワサミットで、日本が議長を務める2019年の
G20 でも海洋プラスチック問題に取り組む意向である旨の総理の発言がありました。国内での対策はもとより、ASEAN 各国を含む途上国を巻き込んだ対策を国際社会に打ち出していくことも求められております。そこで、来年の G20 に向けて、産業界や国民の皆様とともに、海の環境を守り、クリーンな海洋資源を次世代に引き継いでいくために、どのような決意で、どのような施策を講ずるお考えでしょうか。お聞かせください。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、着々と準備が進められています。大会の成功はもちろん、この世紀のイベントを我が国の将来の成長、次世代への遺産につなげていく努力も大切です。その一つが、我が国の優れた食文化、地域の多様な食の魅力を発信するといった視点です。食事は参加選手たちの大きな楽しみであり、メディアも大いに注目をいたします。昭和39年の東京大会では、海外の選手やマスコミは日本の食事についてあまり知られておりませんでした。しかし実際は我が国のバラエティに富み、おいしい食事に驚いたといいます。和食がユネスコ無形文化遺産に登録されていることからも、今回の東京大会では相当高い期待感を持って海外から大勢の皆様が訪れます。その期待を裏切ることは許されません。合わせて我が国の食文化、質の高い食材を世界中にアピールできる絶好の機会として活用し尽くすべきです。東京大会では組織委員会が農産物の持続可能性に配慮した調達基準を策定し、食品安全、環境保全、労働安全の3つの要件を設定していますが、その中で選手村に野菜などを提供する場合には、農業生産工程管理のギャップという認証を受けることとなっております。ギャップの承認がもらえなければ、選手村で提供されず、チャンスを逃してしまいます。選手村で必要となる食材は、ギャップ認証取得農場の年間出荷量を見れば、量的にはカバーできるでしょう。しかし、その上で我が国の食の魅力を理解してもらい、大会後に素晴らしさを世界にさらに伝えてもらうには、将来を見据えて大会のレガシーとしてギャップ認証のメリットを広めていくべきです。台湾のウェイトリフティング選手の合宿が開かれる北海道標津市では、地元の JA 北響がギャップ認証を取得して、認証取得したブロッコリーやアスパラガスなどの使った料理を選手に提供する取り組みを進めております。そこで、ギャップ認証の普及も含めて、2020年の東京大会を日本の食材を海外に売り出す絶好の機会とするために、どのような戦略をお持ちでしょうか、お聞かせをいただきたいと思います。アベノミクスが始まって5年半を超えました。総理は5年10ヶ月前に真っ当な経済を取り戻すと訴えて政権を奪還いたしました。それ以降、円高や株安は修正され、多くの大企業が過去最高の収益を上げています。雇用環境も大きく改善し、雇用者の所得も伸びております。アベノミクスの初期目標は確実に実現されたと言っていいと思います。ですが、それにもかかわらず、地元の経済は、足元の経済は、成長は特に地方で力強さに欠けているという声が聞こえます。個人消費もなかなか伸びません。大都市部への人口の集積と、地方からの人口の流出も止まりません。近来、多様性は活力を生み出すと言われておりますが、多様な産業、歴史、自然、文化を持つ地方が衰退することは、我が国の活力も損なわれるということであります。次の世代に、我が国の多様な文化、社会、産業などを形成する地方を引き継いでいくことも、私たち政治家の役割であります。近視眼的、単眼的な経済原理や政策ではなく、20年、50年、100年先を見据えて、次世代を担う人々、地方の将来を真剣に考える人々とも膝を突き合わせながら、我が国の未来を地方から考えることも重要です。
人口が多い大都市部からの声が大きく響きがちであるだけに、人口比例だけではなく、地方の小さな声を丁寧に拾って、政策に反映させていくべきです。ぜひともアベノミクスの総決算にあたって、地方創生はどのような成果を上げてきたのか、その成果が地方の実感として捉えてられてきたのかという点などについて、政府を挙げて地方の皆様からの声をつぶさに聞いていただきたい。そして全国津々浦々の地方の人々がアベノミクスによる経済のぬくもりを肌で実感できるような地方再生を実現してほしいと思います。そこでアベノミクスの総決算として、次世代に活力ある地方を引き継いでいくために、地方創生にどのように取り組んでいくつもりか、総理の決意とお考えを伺いたいと思います。最後に憲法改正に対して一言申し上げます。日本国憲法が制定されて70年が過ぎました。我が国を取り巻く安全保障環境、経済社会状況、そして国民の意識などは大きく変わっております。憲法は国民のものであり、国の形を示すものです。時代が変わり、国民の意識も変われば、議論を重ねて今の時代に即した憲法の姿を国民の前に提示し、国民の判断を仰ぐことこそ民主主義であると信じております。次世代にどのような形の憲法を残すべきか、次の世代に責任を持つ政治家として、まずは国会の憲法審査会を開催し、党派を超え真に国民のために憲法改正に向けた議論をするべきです。このことを皆様に強く訴えて、私の代表質問とさせていただきます。ありがとうございました。内閣総理大臣、安倍晋三君。橋本聖子議員にお答えをいたします。将来の災害対応についてお尋ねがありました。今夏、大阪北部地震、西日本豪雨、台風21号、北海道胆振東部地震など、大規模な災害が相次いで発生しました。私自身、被災現場を視察し、自然災害の猛威を改めて実感しました。災害から人命、財産を守るため、防災・減災、国土強靭化は喫緊の課題であると痛感しています。中でも、北海道胆振東部地震においては、ブラックアウトが発生し、住民の生活や経済活動に大きな影響を及ぼしました。私たちの生活に欠かせないインフラが、災害時にしっかりとその機能を維持できるよう、平時から万全の備えを行うことが重要であると考えています。このため、現在、電力や交通インフラはもとより、災害時に拠点となる病院や警察、自衛隊の施設、さらには酪農や乳牛といった施設などの総点検を実施しているところであり、11月末を目途に取りまとめることとしております。その点検結果をはじめ、これまでの災害を通じて培ってきた経験や教訓を踏まえ、国土強靭化基本計画を年内に見直すとともに、防災・減災・国土強靭化のための緊急対策を年内に取りまとめ、3年間集中で実施するなど、必要な予算を確保した上で、強靭なふるさと、誰もが安心して暮らすことができるふるさとを作り上げてまいります。森林林業についてお尋ねがありました。我が国の森林は、戦後植林されたものが本格的な利用期を迎えていますが、十分に利用されず、また適切な森林管理も行われていないという課題に直面しています。このため、森林バンクを創設し、意欲と能力のある経営者に森林を集約するとともに、経済ベースに乗らない森林については、市町村が公的に管理することなどを通じ、間伐をはじめとする森林管理をしっかりと加速させていきます。合わせて山崩れや流木を防ぐ地産地消についても
今後3年間で集中的に推進していきます。安倍内閣ではこうした林業改革により切って使って植えるというリサイクルを定着させることで災害に強い森づくりを推進し次世代へ豊かな森林を引き継いでまいります。日中関係についてお尋ねがありました。今回の訪中では東シナ海南シナ海等の海洋の問題について私から日本側の強い懸念を改めて伝えました。その上で海洋安全保障分野において5月に合意した防衛当局間の海空連絡メカニズムの初の年次会合の年内開催、防衛大臣国防部長の相互訪問や官邸の相互訪問を含む防衛当局間の交流対話、海上法執行機関間の交流の推進、日中海上捜索救助協定への署名、支援開発に関する2008年合意の実施に向けた交渉の早期再開に向けた意思疎通の一層の強化等で一致しました。日中間には隣国ゆえにさまざまな課題はありますが、対極的な観点から首脳同士が率直に語り合うことでそうした課題もマネージしていくことが重要であります。5月の李克強総理の訪日、今回の私の訪中に続き次は習近平主席のを日本にお招きし首脳同士の相互訪問を通じてあらゆる分野の交流協力を推し進め日中関係の新しい時代を切り開いてまいります。北朝鮮問題についてお尋ねがありました。6月の歴史的な米朝首脳会談によって北朝鮮をめぐる情勢は大きく動き出しています。この流れにさらなる弾みをつけ日米韓の結束のもと国際社会と連携しながら朝鮮半島の完全な非核化を目指してまいります。次は私自身が金正恩委員長と向き合わなければなりません。最重要課題である拉致問題についてご家族もご高齢となる中一日も早い解決に向けあらゆるチャンスを逃さないとの決意で臨みます。北朝鮮には豊富な支援があり勤勉な労働力があります。北朝鮮が正しい道を歩むのであれば明るい未来を描くことができます。相互不信の殻を破り北朝鮮の核ミサイルそして何よりも重要な拉致問題を解決するとの決意で引き続き全力で取り組んでまいります。日露関係についてお尋ねがありました。ご指摘の共同経済活動については日露が共に北方四島の未来像を描きその中から双方が受け入れ可能な解決策を見出していくという新しいアプローチでありその実践に向けた取り組みを通じ北方領土問題の解決そして平和条約の締結にたどり着くことができると考えています。北方四島におけるロシア軍による軍備の強化はこれら諸島に対する我が国の立場と相入れず政府としてはロシア側に対して累次にわたり抗議を行ってきています。こうした問題の根本的解決のためには北方領土問題それ自体の解決が必要です。北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針のもと引き続き粘り強く交渉を進めてまいります。全世代型社会保障制度の実践とそれに向けた消費税率引き上げの必要性についてお尋ねがありました。少子高齢化が急速に進む中、これまでの社会保障システムの改善にとどまることなく、システム自体の改革を進めていくことが不可欠です。今こそ少子高齢化という国難に正面から取り組まなければなりません。お年寄りも若者も安心できる全世代型の社会保障制度へと大きく転換し、同時に財政健全化も確実に進めていきます。このため、消費税率については法律で定められたとおり、平成30年10月1日に現行の 8% から 10% に 2% 引き上げる予定です。この際、消費税率引き上げ分の使い道を見直し、子どもたち、子育て世代に団体に投資します。2兆円規模の予算により、来年10月から幼児教育を無償化するとともに、再来年4月から真に必要な子どもたちへの高等教育を無償化いたします。今後3年かけて、子どもから若者、子育て世代、現役世代、そして高齢者まですべての世代が安心できる社会保障制度へと改革を進めてまいります。海洋プラスチックごみについてお尋ねがありました。海洋プラスチックごみによる汚染は、生態系などへの悪影響も懸念される地球規模の課題です。その解決のためには、G7 のような先進国のみならず、プラスチックごみを多く排出する途上国も含めた
世界全体での取り組みが不可欠です。我が国は 3R の考え方に基づき、国内の法制度を整え、技術を磨き、循環型社会を築いてきました。今後、我が国としてさらなるプラスチックごみ対策に取り組むと同時に、我が国のこのような経験と技術をアジアの近隣国をはじめ世界各国と共有し、世界全体の取り組みへとつなげていくことが重要です。来年の G20 大阪サミットも見据えながら、廃棄物処理、インフラの導入支援など実効性ある国際協力を推進してまいります。産業界や国民の皆様の協力も得ながら、海洋プラスチックごみに関する国際的取り組みを我が国が力強くリードし、豊かな海を次の世代へとしっかりと引き渡していく決意であります。日本の食材の輸出についてお尋ねがありました。2020年東京オリンピック・パラリンピックは、和食や我が国の高品質な食材を提供し、世界にアピールする大変良い機会であります。このため、東京オリンピック・パラリンピックの関連イベントをはじめ、あらゆる機会を活用して、我が国の食文化や素晴らしい食材について発信を行い、その魅力を世界に積極的に伝えていきたいと考えています。また、大会の選手村等で提供される食材に求められるギャップの認証取得については、2020年の東京大会までに現状の3倍以上に、さらに大会後の2030年までにはほぼすべての産地でギャップが実施されることを目指してしっかりと推進してまいります。農林水産物の輸出は5年連続で過去最高を更新し、昨年8000億円を超えました。東京オリンピック・パラリンピックを起爆剤としてさらなる輸出拡大につなげていく決意であります。地方創生への決意についてお尋ねがありました。現地な地をなくしてアベノミクスの成功はありません。その思いのもとに、景気回復の実感を全国つつ裏裏にお届けするため、安倍内閣は地方創生の旗を高く掲げ、政策を総動員してまいりました。その結果、農林水産物の輸出は5年連続で過去最高を更新し、生産農業所得は過去18年間で最高となっています。そうした中で、40歳代以下の若手新規就農者が初めて4年連続で2万人を超えました。かつて年間800万人で頭打ちとなっていた外国人観光客は5年連続で過去最高を更新し、昨年は3倍以上、2800万人が日本を訪れました。観光立国は地方の新しい活力となっています。地方経済を支える中小企業の皆さんの倒産も政権交代前から3割減少し、この四半世紀で最も少なくなりました。このように景気回復の暖かい風が地方にも届く中で、史上初めて47すべての都道府県で有効求人倍率が1倍を超えました。地方の法人関係税収も政権交代前と比べ、ほとんどの都道府県で4割から5割増加し、地方税収は過去最高です。この地方創生のうねりをもっと力強いものとするため、安倍内閣はこれからも全力を尽くしてまいります。地方には豊かな自然、特色あるふるさと名物、地場企業のオンリーワンの技術力、固有の歴史文化伝統など、それぞれの強み魅力があります。その地方ならではの魅力を最大限に引き出すため、地方の皆さんの情熱、独自の創意工夫を全力で後押ししてまいります。そして地方にこそチャンスがある、若者たちがそう考え飛び込んでいくことができる、自らの未来を託すことができる地方を作り上げてまいります。橋本議員をはじめ皆さんとともに、美しく伝統あるふるさとを必ずや守り抜き、次の世代へと引き渡していく決意であります。質疑はなおございますが、これを次回に譲りたいと存じます。ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。この際、永年大臣、退席させて。どうぞ。あと3人の大臣の席がありますから。
この際、永年在職議員表彰の件についてお上がりいたします。議員溝手健生君および柳本拓司君は国会議員として在職すること25年に達せられました。つきましては異議をもって両君の永年の功労を表彰することにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。両君に対する表彰文を朗読いたします。議員溝手健生君、君は国会議員としてその職にあること25年に及び、常に県政のために力を尽くされました。参議院は君の永年の功労に対し、ここに異議をもって表彰いたします。議員柳本拓司君、君は国会議員としてその職にあること25年に及び、常に県政のために力を尽くされました。参議院は君の永年の功労に対し、ここに異議をもって表彰いたします。橋本聖子君から発言を求められました。発言を許します。橋本聖子君。